創造、まあ、性って難易度が高いとはいえ、まあ、さっきのギルフォードなんかは創造性を構成している要因はこういうものだという研究はあってまあ一応納得感はありますよね。まずこれですよね問題に対する感受性問題改良改善すべき点を多く見いだす力、ね。こういうのは当然必要ですね。はい、それからこちらですね。思考の流暢さ 次々と多くのことを考え出す力質より量えこれもあの量なんですよあの、うん、いいことを考え出す力じゃないんですうん、うん、あの思考の流暢さっていうことで例えばこういうこともあるんじゃないとかあ,<ー>あそれじ今回違うよねじゃあこれでやった方がいいんじゃないとかって次々とこう考えていける、はい、考え出せる、うん、あのこういうのが思考の流暢さっていうものですね、うん、でハとはこれですかね柔軟な思考 多くの視点、広い視野を持って柔軟に考える力えもう一つの視点しか持ってなくてこれってこうなんだじゃなく、はい、こっちから見たらどうなんだろうとかこういう考え方もあるんじゃないっていうそういうものですね独創的な思考新しいユニークなことを独自に考える力えあのー、これもそのまま独自にっていう独創的ですねあとはこれ具体化具体的な形で物事を作り上げ完成させる力でもう一つこれですよね 再定義。 完成させたたももののををどどここにううう使うかを考え活用すする力あのこういったものをですね、はい、だからこの,あの6項目が揃っている人は創造性が高いと、えーまあ、まあ一応は納得感がありますよね。はい、で例えばその最初に申し上げた通りでその最低益っていうもので、はい、あのこういう新しいものを作ったんです、はい、じゃあこれをどういうところでどう活用していってもらうのがいいのかとかあのこういうことをちゃんと考えて、まあ、社会で受け入れられるようなものを 作っていくとかやっぱりこういうのもあの昔から入ってるわけですよね、はい、これ多幸さんいかがですかそうですね、まあ、柔軟な思考っていうのは、えー、やっぱ常に大事にしようかなとは思っているんですけれどもね。えーえーえー これやっぱり人によってここ得意だっていう人とそういうのありますよね。うんはい、私この中で言うと最低限下手だなっていつも思いますよね。うん、あの新しい理論とか考え作るのはすごく好きだし、しょっちゅう作ってるんですけど、うんうん、それを使ってどうビジネスやろうかっていうのが頭の中に出てこないんですよ。だからよく言われますよね。私あのこれだけいろんな理論新しいものを作り、うん、あの世の中で出していってるんだったらビジネスでちゃんと組み立てていく力を持って ってたら今頃左打ちはですよねとかよく言われるんですけどね。<laughs> そんなこと言われるんですか。うん、あのもったいないなって自分でも思いますけどね。<ー> <laughs> だからやっぱりそういう部分ってあの他のところでやってもらってるんですね。もうコモンやってる会社とかその他あのいろんなところでやってもらってますので、はい、やっぱり私はそこが苦手だよなっていうのはよく思いますよね。うん、ですのでまあ人によって得意不得意ってありますよね。うん、となってくると組織の中で部下の人たち一人ずつ見てみてください。 得意な部分であるはずなんですよ。この中で、うん、それをどう組み合わせて組織作っていくかと。うん、どこを発揮させるかっていう。ここのところを考えてみると、うん、意外とあの創造的なチームになってくるかもしれないですね。うん、やっぱり、その一つ、いいところを持っている。後のものが低いってなって、その人を創造的ではないって思われているかもしれませんね。はい、ただですね、あの創造性というものを考えていくときに、まあ、こういう要因があるんですが。はい これじゃあどうやったら高まるのっていう研究がどうやっても探してもあんまり出てこないんですよ。あのだから高めるるっってななととちょっと難しいでそうなってくるとまあ今みたいに特徴を見てあの誰がどれを得意としてるかっていうのも見て組み合わせていくっていうことが一つあると思うんですがただですね企業の中で組織の中で創造性の高い組織を作ろうと思ったら。はい こういうことを少し考えて振り返っていただけるといいのかなって思います。どうもこれはまだ仮説です。すいません、私はまだ検証していません、はい、が、人間ってそもそもは創造的なんじゃないかということなんですよ。あのこれですね、あのすごく面白いんですが、創造性に関する心理学的な研究を見るとこういうことが言えるんです。 創造性に関しては、こうすれば創造性が高まるという研究より、こうすれば創造性が阻害されるというものが多い。そうなんですよ。ええー、だから今みたいに、まあ、創造性ってこういう要因で規定されてますよねと。こういうものが高ければ、その人、創造性高いですよねと、ここまではあるんですよね。じゃあ、そこから先で、じゃあ、どうすれば創造性って高められるのかっていう研究ってほとんどないんです。で、やってると思うんですよ、研究は。はい、でも。 ちゃんとした結果が出てこないんだと思います、ええ、でも、こうやったら創造性が阻害されるっていうものいくらでも出てくるんですよで、ということは組織の中で創造性を高めていこうと思ったら創造性を阻害しているものがないかどうかこれ一回探してみてくださいむちゃくちゃいっぱい出てきますよいくらでもあると思うんですだから、そこのところに焦点を当てた方がいいんじゃないかなと